プスカシュアカデミアは、ハンガリーの首都ブダペストから約40キロのフェルチュートをホームタウンとするサッカークラブ。2020から21シーズンは、ネムゼティバイノクシャーグアイに所属。2007年4月1日、プスカシュアカデミアは、ハンガリーの首相を務めた政治家のオルバーン・ビクトルによって創設された。クラブ名は、同年に生誕80年を迎えたハンガリーを代表する。 サッカー選手で、ハンガリー代表やレアルマドリード、ブダペスト本米度で活躍したフェレンツ・プスカシュに由来している。2014年4月21日、イースターマンデーに建築家のイムレ・マコベッツの設計によるパンホアレーナが会場した。パンホは、フェレンツ・プスカシュの愛称の一つである。2008年、クラブは、マジャール・スズキと共同で、 U-17 国際クラブユースサッカー大会のプスカシュ鈴木クパを創設した。同年に開催された第1回大会にはプスカシュアカデミアとレアルマドリード、パナシナイコス、ブダペストホンベイドの4チームが参加した。2009年10月20日、当時の国際サッカー連盟会長のゼップブラッターがクラブを訪問し、フィファプスカシュ賞の創設を発表した。 2011年9月、クラブはレアルマドリード財団と共同でレアルトレーニングセンターを設立した。なし。ありがとうございます。